皆さんこんにちは、Bレジェンド上野です。Bレジェンド大林です。はい、今回はインクラインで行うダンベル腕を使ったアームカールを、解説していきたいと思います。使われる筋肉は通常のアームカール同様、上腕二頭筋なんですけど、インクラインベンチで行うことで上腕二頭筋にストレッチがかけやすくなります。そういった特徴のある種目ですので、ぜひ参考にしていただければと思います。まずシートのこの角度なんですが、45度が基本になるんですが、そこからあまりこう高くするとあえてインクラインでやる意味が薄くなってくるので、45度からそれよりもちょっと角度浅い感じにしていただくのがいいかと思います。浅すぎてダンベルが床につくくらいであるとやりにくいので、そこもご注意いただければと思います。ではこの状態から横になってダンベルを下ろしてもらって、ここから肘を曲げます。はい、で下ろします。動作としてはこのようにシンプルです。はい、上腕二頭筋により負荷を入れるためには、上げるときに気持ち顎を引くように意識をしてあげるといいです。ダンベル自体もしっかり握ってあげましょう。手首が負けないように、寝てしまわないように注意です。この動作の際に肘を下ろしきった時にピンと伸ばしきってしまうと、肘にちょっとこう痛みが走ることがあると思います。肘をバッチリ伸ばしきるのだけは注意してください。でさらに上げる時、この上腕二頭筋だけではなくて三角筋の前側も一緒に使って振り上げるようにしてしまうと、効果としては、刺激がちょっと分散するので、薄くなります。なるべく肘の位置は、固定して持ち上げないようにして、もらうと上腕二頭筋に、より負荷が加わりますので、その意識でやってみてください。以上で、インクラインの、アームカールの解説を終了します。ぜひ参考にしてみてください。ありがとうございました。